6年ぐらい多分前だと思います。はい、そうですかね。はい、あ、でももっと前か。家庭の城が出る前でしたから、2003年ぐらいだと思います。まあ、7年前ですね。はい。炭素になって、そうすると炭素はあの人がみんな点ですけれども、線香花火のように弾けるんですね。それでそれをご覧、それが花が開くっていうのか、炭がバーッと炎が上がってる中に火の粉があって、それがパチッパチッと線香花火のように弾けることがあると。それがそれをご覧になってて、あ、もうそろそろあと2回これぐらい火の粉が炭素が散ってれば、花が開いてればあと2回やるとか、もうこれでいいとか、それを決めてらっしゃるんですね。それのことにまず驚きました。僕ですか。はいはい。用紙ってあるからな。